本日は、これね、支柱しました。はい、ね、この支柱、ま、あのうちは言うても横着栽培の、ね、流れを組む、はい、横着流本家家元、はい、なので横着的な支柱の立て方を今日はとってね、簡単支柱立て立て方法をやろうと思います。はい、こんにちは。こんにちは。どうも、矢崎です。ママです。ナスビです。ナスビです。ナスビの簡単支柱立て、イエーイ。簡単です。うん、ね、もう支柱立てちゃいました。簡単でしょ。これ完成形ね。とりあえず、そう、本日の動画は以上です。ん？そんなわけないですね。と、まあとりあえずね、はい、この棒、こいつイボタケっていうらしいんやけど、まあ棒ですよ、棒、うん、はい、棒を3本こう刺すだけ、はい、簡単ですね。はい、であとはそれに合わせてこう、うん、留飲しちゃう、留飲してあの3本仕立てにするという感じですね。はい、で、ポイントとしては、はい、いっぱい、まあ、1列に何本か植えてたら、こっち2つ向こう1つ、こっち1つ向こう2つ、あっち1つこっち2つみたいなね、わかる、テレコテレコにしてみました。はい、ちょっと待ってね。この株が手前2本棒ね、うん、でこっちの株が手前1本の奥2本ってことね。そういうことよ。はい、で刺しただけじゃ弱いんじゃないのと思われる方は、はい、まあ、これ紐だとしたらね、はい、ここへ紐乗せてください。紐乗せるには紐でくくってください。あ、棒 ね、そうすると三角形が、ほうほうほう、できて、なるほど、めっちゃ強くなります、ね、こうやったら、まあ、これじゃあかんけどな、もちろんもちろん、まあ、うちはもともとが横着栽培の流れを組む、はい、横着流横着栽培家元本家、はい、です。岩崎流で、岩崎流なので、もういいこと言った。あ、そう。なので横着してただ刺すだけですが、はい、まあなんとかなりますよ。なんとかなります。まあ、倒れてきたらこうギュッと縛るとかね、はい、それでいいと思います。はい、なんか変わるか誰何なんか文句があるらしいよ。じゃあ早速刺してみましょうか。はい、じゃあ実演タイム。実演タイム。これね、刺すときね、注意点は、はい、これを変に刺すと、まあ、例えばね、例えばどうしようか、ここら辺、ここら辺、うん、こうやって刺すと、え、変にこうやって斜めに刺してしまうと、うん、アウチューってこうなるわけですよ。わかる？このちょっと待って、こうやろ、刺さっても、うーってなるわけよ。こうね、そう、うねに対してね、そうそう、うん、ね、なのでこれは避けたいわけです。はい、まあ、ナスビの樹勢的に高くするとどうなのとか低くするとどうなのとかあるんですけど、はい、その辺は忘れたので、うん、それよりも人間が通れることを優先したいと思います。まあね、これ刺すときにね、これ180センチのイボタケです。はい、ね、でナスビの20センチぐらい向こうのところを頭の上から刺します。はい、ね、こうなります、うん。あら不思議、通れます。わかる？うん、ね、次こっちも同じように、はい、こっちが1本だったらこっちが1本なのね、ナスビの20センチぐらい向こうのところを頭の上から刺します、はい、そうするとここです、はい、通れます、ね、そんな感じになるわけです。で、まず片側の1本を刺しました、はい、次両側の2本を刺します、はい、両側、うん、まあまあ片一方側のね、はい、それも同じように、大体20センチぐらい向こうのところをこの頭辺から、はい、これね、こう刺すことによって当たりませんみたいなね、はい、はい、次いきます、こっちも、
あ、上からね、交差してね、うん、まあ、結ぶようにするためにね、うん、将来的に、はい、将来的に、今はもうそれでいきますけど、この頭の辺から刺します。そうすると通れるんですね。イエーイ。次反対側も行くよ。わ、じゃあもうちょっとね、下でもええかっていうのもあるんやけど、あんまり下にするとさ、傾斜がさ、こう、うん、なるやろ。だからもう、まあ、ちょっとぐらいこの夏日に頑張ってもらって、この辺からこう分かれるみたいなのでもいいと思います。はい、夏日を機能的に美しく効率よく作る、いっぱい作るというよりも楽して支柱を立てたいっていうのが今日の目的です。はい、なのでいきます。お、ね、うん、次できました。はい、どう、飛んでいい、もう飛んでいいやろ。はい、何か文句あるか。いや、よいしょ。で、ね、こう、まあ、下のこういうね、そうですね、切らない目は取って、でちょっと大変ですよ、ママ。はい、うどんこが来てますよ。嫌ですよ。なあ、知ってた？なんだ。この間うどんこ病の時にさ、うん、うどんの話したやん。あ、はいはい。でも東京は江戸のそば屋言うてたやん。うん、でもそばってな、あの知ってる？三大なんちゃらかんちゃら。山科そばとか。そうそう、え？なんて？さらしなそば。山科言った。山科。山科は京都や。さらしな、やぶ、砂場。おお。これが。あのブランドというかなのよ、そばのな、うん、でそのうちの砂場っていうのが、はい、大阪の発祥なのよ。まあ、なんかあの東京で有名になったというか、ええ感じになってるんですけど、うん、江戸でな、はい、でもその砂場そばっていうのが大阪城の、あの築城の頃に、はい、大阪城を作るための砂場、うん、砂を置いてたところでそばをやったのが砂場そばの始まりで、でそこにはな、2軒の蕎麦屋さんがあった、はい、で1軒はな、なんか知らんねんけど、1軒はあの泉屋っていう和泉の屋の蕎麦屋さんがあって、はいはいはい、でその泉屋の蕎麦屋が誰がやったと思う、うん、誰、蕎麦、蕎麦ではないなあのさ、レンガ館に横にさ、中家住宅ってある、あるあるある、あそこの人よ熊取村の御門村の中さんが、うん、始めたのよ。だからあの江戸 の、 その砂場そばの発祥はそこにあるん。すげえやん、うん、すげえやろ。あ、別に俺はすごくないんやけど、うん、それをなんかね、なんかで読んでそうちゃうかったかなと思ったら、はい、そうらしくって、ほんでお前ほら、うちらレンガ館に出してるやん、うん、野菜、うん、その時にあの蕎麦打ちやってるやん。やってるやん。あ、そっか。うん。蕎麦打ちやってんのはその辺のルーツもあるらしいね。あ、そういうこと？うん。へえ。すげくない？すごい。うん。まあ、全然関係ない。うどんこ病から蕎麦になって。ほんまや。でもまああの熊取木漏れ日菜園の熊取っていうところが発祥の蕎麦のブランドがあるよという、イエイ、地域自慢ですな。はい。そんなこと聞かされてもどうしようもないんやけどね。ほんまやね。そんなことよりナスビのね、そうよ、支柱をちゃんとしましょうということなんですけど。はい。よいしょ、これね、こういうね、もう普通にね、お手手をね、誘引してあげる、ね、そう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 。で、ここからな、まああの、こいつは、うん、多分こっち行くわ、この棒に行くのね、うん、で、はい、この上は、はい、多分2つ2つに分かれて、分かれてこう行く、うん、こう行くやな、うん、多分というか、必ず必ずね、うん、そうするようにグインと持っていかないと、そう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 。で、もう、ほんならこないだったらこの仮支柱はいらんからな。あ、そういうことやね、うん、もうママが木のめくときに取ってくれたらいいよ、うん、お掃除ついでにね、そう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 。あ、これがめんどくさいんだね。そうなのよ。まあでもこの掃除しないとね。ちなみにこのナスビは千両ナスです。はい、しかもトゲなし千両です。なあ、ようわからんけど、うん、トゲがない、トゲがない、あの、あれやよ、いいやつやよ、こいつは。ええやつ、そう、なんかもう、なんかちょっとお願いしたらトゲのあることを言うやつとかおるやろ。あ、そっち、うん、あ、違う、うんそういうんじゃないのよ、優しいのよ、うん、もう手にな、チクチク刺さるやんか。そうやねん、痛いね、あれ痛いやろ。で刺さるしな。え、何回刺さったか。いや、でな、まあまあまあまだええがな、もう俺が刺さったら見えへんねん。あー、トゲ抜きな。そう、
ほらもうトゲ抜き地蔵とかそういうのもできるよ。何それ？知らん？トゲ抜き地蔵ってあるで、いろんなとこに。知らん？地蔵さん？そう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 。そうよ。まあそのトゲがなないんやか、これは、うん、ありがたいことですよ。いいね、うん、見てみやさ、これはもう倒れてしもてるやん。起こしてあげて。うん、でまあまあ、ナスビもな、めんどくさいよ、こうな。まあな、うん、でもな、あのな、トマトよりええと思うで。うん、トマトな、おいしないやん、基本。作ったら、作ってもおいしいのできへんやん。あ、まあね、できる系。いや、できへんやん。割れてしもたり。あ、そう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 、そうやろ。うん、これちょっともう無理やり3本のな、支柱な、うん、あのゆここも無理にでもギュッともう分けていいよ、はい、どうせ素人作りやから、こんなもん、まあね、うん、プロでも何でも、まあまあプロっちゃプロやないけど、ね、まあそれでもな、いいよ別に、はい、これもほら1つ2つ3つで分かれてるから、これでもう分けてな、うん、言ってくれて。ナスビどこまで取るか知ってる？どこまで取るっていうのは、この例えば脇芽ができるやん、はい、な、だから1つ目の花取るやん、うん、な、それ先止めるやん、うん、でまあそれでもう取ってしもってもええし、うん、もう一個その脇から鳴らしてもいいし、どっちでもええで、はい、この辺はもう、あ、バキって言ったよ。あ、チャララチャララどうするよ。こいつが伸びてくれるよ、こいつ。なんじゃい、やっちゃいました。まあ、トマトの文句言うたからな、トマトのたたりや、はい、そういうことだ、うん、やってんの、なんてトマトトーン、トマトトーン、あ、うん、こっちまだやってないな、やってない、うん、まあまあ虫もおるからいけるとは思うけど、うん、まあナスビはね、ナスビなんですけどトマトトーン打った方がええね。うんだよね。でうちがハウスでやってるミニトマトはトマトトーン打たへんのにな。そうなのよ。どういうことよっていう、うん、トマトトーンってあれですよ、ホルモン剤ですよ、はい、あの着火促進剤かな、はい、あのあれ、あれ、なんじゃ、もうこれこっち来ないんかな、もしかして。あれじゃないか。あるよあるよ。なんじゃあるんか。着火促進剤つって、はい、あの受粉はしてないんやけど、まあ受粉したような感じになるみたいなね。はい、あ、ママできてんで、ほら。うん、ま、ほら。あ、ほんまや、可愛いのできてるやん。ちょっと棒で見えへんけど。な、ほんまか。ちょっと待って。はいはい。はいはい、どうぞ。ナス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 ココナ、あ、いいじゃん、できてんじゃん。一番か鳴らせるか問題っていうのあるよな。あるよね、うん、まあ鳴らさないっていう人も結構いるんやけどさ、うん、俺ら水ナスの流れやからさ、うん、流れやから、うん、なんか一番か鳴らせやん、鳴らす鳴らす、うん、うん、普通に見つけ、うん、だからうちも普通のナスビも鳴らしてるけどな、ね、まあそんなこと言いながらナスビはそんなに長いな、何作ってないからな。そうね、水ナスで3年目やし、この普通のナスビで2年目やもんな。そう今までナスビなんてめんどくさくて、うん、もう作る気もしなかったからな。絶対手は出さなかったね。な、まあでもな、売れるんやよな、ナスビってな。そうやね、うん、で、あのそこそこね、ええナス取れるのよ、うん、あの下手くそ作りでも、はい、あれ、なんじゃ、なんか変だよ、うん、芯が出てこないの、詰まってるな。あ、そういうこと。あら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 、なんか なんかない、ちょいちょいっと。あ、どうでしょう。事件発生。うん。あら。そう。よし、とりあえず取れた。取れた。こんなちっちゃいね、ホチキのホチキスの芯なんですよ。はい。よいしょ。OK。何だっけ？何の話だった？一番か？違う、もうそれ終わった？何？売れるんですよ。あ、そう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 。だからね、ミニトマトはね、ミニトマトというか普通のトマトはね、味をよく作ってもね、もう作る時期みんな被るからね。確かに。あの本場のプロは冬場に作ってくるやろ。はい。冬場のトマトは美味しいけどさ、もうこんなんな、あの無理やんか。そうなの。俺らみたいに路地ハウスも適当にしてさ、路地中心のヘッポコ農家がさ、なんか作るんやったら、まあ、家庭菜園でもそうや。だトマトそれは楽しみで作るのもいいんやけど、美味しいの作ろう思ったらトマトなんか美味しいのできへんからな。そうね、うん、それやったらナスビ作ってる方がいいよ。あ、ナス同じ手間かかってもな、トマトはさ、なんかもうあの日本の気候には合ってないのよ。そうね、うん、あれよ、アメリカンフットボールおもろいで言われてもさ、うん、
日本の風土に合てないよ、ね、アメフトすごいとは思うんやけど、うん、その見る習慣がないやん。そうやねな、それやったら相撲見てる方がおもろいでみたいな感じやんか。まあ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 な、まあ、夏日は相撲みたいなもんや昔から日本であるしな。そういうことやな、うん、そういうことやなって分かってんのかお前、うん、パパはようわからんと言うてんの。そうじゃあ夏日作る方がいいと思うな、うん、トマトよりはね。そうそうそう、同じナスカやったらね、うん、ナスカで一番簡単なのはやっぱりあれやね、ジャガイモやね。そらそうや、うん、でもピーマンもナスカやけど、またピーマンがまた微妙なのよ。ほう、まあ、まあ唐辛子類とかやったらいいけどな、うん、まあ、それもあんまり、何て言うかな、売れるは売れるんやけどさ、その作ってまあ美味しいは美味しいんやけど、うん、なんかピーマンばっかりできてもなって感じじゃない。ナスビはさ、あの節度ある量ができるのよ。あーピーマンはできる時はアホみたいにできるからな。アホみたいにできる、うん、で、なんかそんな、まあ食うけどさ、食うけどそうじゃない。でもアホみたいに大暴落するしな。そうね、こういうね、ところがね、俺らのな、二人のいかんとこやよな、うん、もう、植え付けたら知らんもんな。そうや、そうやね、そうやね、あとちょっと頑張ってよっていう。え、何が。自分で自力で。あ、こいつらがか。そう。あータラララータララータラララ、大丈夫、なんかまた脇芽生えてくるよ。まあそれはね、強い強い、うん、今の知ってる、うん、あれやで、あのあれ何やったっけ、仁義なき戦いやで、チャララーチャララー、デン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 、もうあの仁義なき戦い出てるような人らみんなどんどん死んでいくな。おあのヤクザ映画一時ハマったけどな。あ、そうなんや。うん、山城慎吾とかさ、はい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 、あのどん兵衛の宣伝で出た人とか、あの誰、うん、あれは間抜け役でほんまに強いのはやっぱりあれ誰が主役だったっけ、尾形健。おお、いやないな、あれもっと前、あでもな、名前出てくれへんな、梅宮たっちゃん、あそっちらへん、うん、とかあの、あ、菅原文太、菅原文太や、はい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 、菅原文太や、朝日ソーラーじゃけん。いや、朝日ソーラーじゃけん、あの、あれやよ、純くんがな、勇気ないな、ちょっかい出してしもてな、うん、何、ででーん、なんか見つけた、あれよ、馬、まあその話だけやってしまうな、はい、あの誠意ってなんだねって菅原文太が言うの。お父さんがカボチャ持って謝りに行くんだけど、はい、っていうかママ出ました、出ました、どうぞ、はいどうぞ、誰でしょう、アブラカタブラアブラムシ、ほらアブラムシ出てるやろ、いっぱいあるやろ、はい、明日消毒が決定しました、全消毒です、あええの、ね、まあでも初期やからな、まあ、ちょっと一回やっといたらいいんじゃないかな、ついでにうどんこ病も、うどんこ病も、あれあれか、やってもええんかな、両方本用どうやったかな、本用ええんかな、まあ、調べとこう、はい、まあ、あの油虫防除、明日は動画撮るわ。これもあれやね、やけど虫知ってる、はいはいはい、これ写真撮っとかなあかんね、これ誰だ、羽型アリガクシやったっけ、はい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 、はい、うん、ニュースでやってた、アリ型羽隠し、うん、どっちやったっけ、どっちやったかな、これ潰したらあかんねんね、まあ俺やなったことないけどさ、そうやね、これやけどみたいな汁がついたらな、ただれるからな、そうそうそう、やけど虫写した、どこ行った、あそこ、どこだ、ここ、ほら、あーここ行った、ここ行った、ほらほら、わかるかな、わからんわ。まあそういうのもあるということを気をつけてください、はい、ね、自然には危険が満載です、そうね、そしてアブラムシがついに湧いてしまいました、はい、さあ一発目の農薬か、ああああああ、一発目じゃないな、植え付けの時に巻いてるけど ね、ああもう夏日やな、絶対湧くよね、ね、うん、ということで、ああ、はい、ああ、もう取れたやん、もうええわ、もう、はい、あれよ、
ナスビの簡単支柱をやりながら、はい、だらだらと無駄な話をしてて、はい、アブラムシを発見することができました、はい、やっぱり人間ね、いろんな無駄なことは必要だと、無駄、無駄話も必要やってことやで、はい、これもなんかの虫かな、大タバコガも多いってな、そうだね、まだここは発見してないけど、うん、もうそういう意味でいろんなちょっと農薬バスッと明日かましとくか、はい、明日農薬撒くまでに、まあ、これ全部掃除しといてな、わお、いやこんな無駄な葉っぱに農薬撒いたってしゃあないよ、まあね、薬の無駄やから、うん、なのでこっから向こうちょっと掃除しといてよ、はいはい、はいはい、午前中ね、返事は1回い、はい、じゃあ帰ってビール飲むか、はい、最後にですね、告知タイム、まあ、こんな虫の話とかね、ちょっと待ってこれ、あこれもアブラムシやな、これさっきのやつか、これこれこれ、うん、そうだよ、これさっきのやつか、うん、この株だけかな、多分、うん、いやもうこれもこっち来てるわ、うん、ちっちゃいの来てるわ、ちっちゃいの、うん、まあ、あの、はい、こういうね虫のお話とか病気のお話を6月30日か、はい、熊取図書館でやります、マチセミナー、はい、家庭菜園のすすめ、あマチセミナーじゃない、マチサロンやな、うん、家庭菜園のすすめ、今回はあの募集をもう始まってんのかな、うんうん、のようなので、ね、ぜひとも皆さん来てください、はい、ライブ配信もまたやろうと思ってます、よかったら見てください、はい、そんな感じかな、はい、じゃあ明日めんどくせえな、もうだから嫌いなのよナスビはもう、はい、ね、あのあれですよ、あのアブラムシ、はい、防除します、頑張ります、じゃあおしまいにしますか、はい、はい、おしまいです、それでは皆さんさようなら、泣いてるんですね。